60分一本勝負を行います。ラウコーナー290ポンドテリーゴリー、ミサを潰す、今夜絶対潰す。255ポンドミサワ、ミズハル、ミサワが超える、今夜絶対に超える。マスクを脱いで5度目の日本武道館、鶴田軍団以外戦うはこれが初めてとなります。三沢光晴、マスクを脱いでからのシングルマッチの成績、三沢光晴13戦して9勝4敗、対するテリーゴディは8戦して7勝1敗であります。テリーゴディ、元世界タッグチャンピオン、そして元三冠王者であります。さあ、そしてこちら三沢光晴、もうすぐ29歳、キャリア10年、三沢コール、ジャストミート鉢巻きが見られた。距離を取っている両雄、身長差10センチ、そして体重差30キロ組み合った。コーナーパットを背にしているテリーゴディ、さあ武内さん、ついに始まりました因縁の国境を越えた対決であります。まさに因縁の、しかも初対決ですね。はい、さあその因縁を簡単に振り返ってみたいと思いますが、うんと、エルボか。2月26日仙台大会において、三沢カード組対ゴディウィリアムス組の一戦、この一戦でゴディが三沢に場外パワーボムを放ち、三沢大失神の一場面がありました。そして5月20日福島大会にて、三沢小橋組対ゴディウィリアムスの一戦、ゴディが三沢に再び場外パワーボム、三沢半失神でありました。エルボーだ。因縁作り、いや因縁解消の鼓膜破りのエルボーだ。2月26日仙台大会の後、三沢は言いました。あんなのプロレスじゃない、こうなったら場外ジャーマンをかけてやる。武内さん、この場外ジャーマンの発言、三沢の心意気嬉しくもあり、反面やっぱりリングの中で決着をつけてほしいという気持ちもありますよね。そうですね、もちろんその三沢の悔しい気持ちはもうよくわかるんですけどもね、はい、やっぱ勝負になったらやっぱリングの中できっちりと蹴りをつけてほしいですね、はい、ここ日本武道館1万5000の瞳が見つめております。腕を取りましたテリーゴディ。さあこの三冠ベルトエリアにいるこの両雄の対決、4月18日この三沢はところ同じく日本武道館鶴田との三冠選手権バックドロップ3連発の前に沈みました。確かに鶴田との力の差は少なくなってはいるんですが、三冠選手権は当分お預けかなという状況の中、武さん、今宵元三冠チャンピオンのテリーゴディとの一戦、これはどうでしょう、三冠ベルト次期挑戦者決定戦といった意味合いもあると見ていいんじゃないですか。当然そういう予想を呈してくるでしょうね、はい、しかも9月4日日本武道館が決まっているだけにですね、なんとかやっぱり勝った方がやっぱり三冠挑戦を手に入れることになるでしょうね。なるほど、勝つか負けるかで今後の三沢のポジションが大きく変わってまいります。序盤戦緩やかな出だしであります。さあサイドのヘッドロック、武内さん、こういった攻防、お互いの技を探り合ってるっていうところですかね。そうですね、やっぱお互いがお互いの今日のコンディションを測ってるわけですね。なるほど、思い起こせば去年の7月松戸大会、当時三冠チャンピオンであったこのゴディに三沢が三冠選手権のチャレンジャーとして予定がされておりましたが、突然のゴディ心臓機関の疾病によって急遽その試合が取りやめとなった、そういったいきさつがあります。ロープを打った、ドロップ行くか。そういった面の武さん、なんかこの2人は運命的なものを感じますね。やっぱりゴディにとってはですね、負けてタイトルを失ったわけじゃないですからね、はい、やっぱりこの三冠へのこだわりってのは当然感じられますね。ゴディが場外放送的前、そしてリングの中は三沢光晴であります。囚人監視の中、場外ジャーマンを放つ神様、あるいは再び三度場外パワーボムを打つのか。
戦慄のパワーボム男テリー・ゴディ。キャリア18年、若くしてベテラン30歳、アメリカはジョージア州の出身だ。この2人タッグではあれだけ戦ってきてもですね、やっぱりシングル初対決となりますとね、これお互いに緊張するんでしょうね。バックに回りました。しかしその腕を取ろうというテリー・ゴディ。ちょっとどうでしょうね、公式記録ではですね、はい、体重差は30キロですけどもね、はい、ゴディやや今回のシリーズでは絞ってますからね。ははなるほど。おそらくやっぱり20キロ前後の差ぐらいしかないんじゃないですかね。そうですか。しかし竹内さん、それにしても20キロですよ。そうですね、それがやっぱり上のからいで攻められるとですね、先ほどのウィリアムスコバシ同様、川田同様ですね、やっぱり展開は苦しくなりますよね。いわゆるこういった体勢はまずいわけですね。そうですね、グランドに持ち上がりました。左の腕を狙われております。身長差が10センチあるミサーとしてはやはりエルボーを打ち上げる形になるんでしょう。引き寄せてのラリアット。さん、このテリー・ゴディ相手に三沢の必殺技タイガードライバーをかけることはできるんでしょうか。まあ、ウィリアムスには打つことができたんですけどもね、さら、はい、にこのゴディとなりますとね、体がやっぱり一回り大きいですからね、三沢のパワーでそこまで強引に持っていけるかどうかですね。試合時間は今5分を経過しました。60分は以上です。しかし先日5月24日札幌大会においてはこの三沢川田組が殺人魚雷コンビに竹内さん初勝利を飾ってるわけですよ。その自信は三沢にとって大きなプラス材料ですね。その試合最後は三沢ウィリアムスにタイガードライバーでありました。常に負け置きしていたこの殺人魚雷コンビに一矢を報いた形となりました先日の札幌大会。そしてこのシングルマッチに三沢が勝てば大きくその流れを自分のところに手繰り寄せることができようというもの。2段の体勢、逆水平を放ちます。そしてエルボーを放つ。エルボースマッシュ気味だ。やはり竹内さん、この身長差、エルボースマッシュはやむを得ないところですか。そうですね、これエルボーで突破口を開きたいですね。はい、ジャンピングキックです。ロープに打ってフライングボディアタック、そのままカバール体勢。和田恭平レフェリー、カウントは2。グラウンドに持ち込みました。この体勢になると思い起こすは竹内さん、新型のフェイスロックということになりますね。そうですね、ある程度のダメージを与えておいて、あれが決まればですね、三沢は必ずやっぱチャンスが訪れてくるんですよね。三沢曰くスーパーヘビー級相手に効く技としてオフの間に、まあ、研究し見出したということです。そしてあの強者口政信を落としたわけです。さあ、顎のあたりを捉えているテリー・ゴディでありますが、竹内さん、その札幌大会ではゴディが三沢に STF をかけてるんですね。これは珍しいですね。そうですね、やっぱりゴディもですね、当然やっぱりその対三沢戦、対鈴鹿戦に向けてですね、いろんな技を研究しているわけですね。グランドの攻防、そして見事なブリッジで起き上がりました。一瞬静寂の中で一本武道館、ブレンバスターか声が出ているミサーミツァル。これは首と胴ですから三沢の方が攻めは有利ですね。なるほど。さあ、この彼、これからどのような展開に持っていくんでしょうか。三沢、腕を取った、左腕です。テリーゴディ、何故左腕にこだわるんですかね。そうですね、三沢のエルボーは右で打っていきますからね、はい、左をこれ殺す意味は今のところないわけですよね。ソバージュヘアを今掴みました三沢。ヒロチンドロップです。ただ左腕をある程度殺していくからですね、あのフェイスロックなんていった場合締めが甘くなることはありますけどもね、ただそこまでゴディが計算してるかどうかはちょっと疑問ですね。さあ、夢を掴むため
夢を追い求めてこの三沢のシングル初対決、対角線だ、リバースに振られた、そしてすぐにかわして、あと後頭部のラリアットだ。頬を垂れております三沢光晴、相手は体重があるだけに一極種一投足がまさにスーパーヘビーです。トップロープに据えた三沢、さあ、なだれだ、なだれだ、なだれのブレインマスターか、天を仰ぐ三沢、今10分を経過しましたけど、ボディペースと見ていいんですかね。そうですね、ボディのペースですね。大きな技こそ出していきませんが、一つ一つ基本的な技を積み重ねて三沢光晴を窮地に追い詰めていく、そんな感じがあります。テリーボディ、ダメージ的にも三沢の方がきついと思いますね。おっと、今着地にミスは失敗しましたか。かわそうとしたんですけども、かわしきれなかったですね。ちょっと背中に回り込むタイミングは外れましたね。カウントは今日のボディは割とそのブレンバスターにこだわってますね。なるほど、これは一体何を意味するんでしょうか。相手の腰を痛めておいて、そして場外のパワーボブに持っていくのか、あるいは、さあ三沢、ちょっと精細を欠いております。ロープに振った、いわゆる極太ラリアット、押し倒してカバーだ。こういうややスローペースのあれはやっぱりボディのペースなんですよね。いいリフトであります。三沢もっとやっぱり動いてほしいですね。エルボースマッシュであります。さあ一発返しました。しかしすぐさま動きが止まってしまう。三沢このまま沈んでしまうのか、あるいは今こういう風に見える状況でも反撃のバックスイングを取っているんでしょうか。三沢もっとバックに回った、そしてスピンキック、足をつかまれた、円錐、側頭部の当たりです。しかしちょうどいいテンプルの当たりですね。すぐに起き上がらないところを見ると三沢も随分ダメージがあるようだ。さあモメンタムを回復する、あーっとテリーゴディ流血です。テリーゴディ流血、今のこめかみのキックでしょうか。そうですね、振ったあたりもちょうどその部分ですからね。流血をするとよくレスラーは言いますが、スタミナの、減退が早くなる、そして時に血が目の中に入って目が見えなくなるということもあるようです。こうなったらこの流血部分を三沢としてはもう蹴り続けしかないですね。あとそのボディがどの部分を切ってるかですね。それによってダメージが相当違いますからね、おそらくシューズの先でですね、目の上のあたりではないかなと思うんですけどね。なるほど、さあエルボー落とした、いわく因縁付きの場外だ。場外ですね、場外でどうするの、どうするの、タイガードライバーか、ショルダースルー、これが体重差、やっぱりボディのパワーとの差ですよね。そうですね、そしてマットを引っぺがした、嫌な予感がするぞ。1万5000囚人監視のこのど真ん中で目には目を、目には目を、嬉しくもあり悲しくもありかわした、
ダウンしたそのポジティブなマットはしっかり取ります。カメラにまで血が飛んでおります。返り血を浴びた EJ カメラであります。さあこの三沢どちらが流血しているかわからない。リングへと誘う三沢コールだ。さあこれはサソリでしょうか。キャンバス中央そして仁王立ちするか。赤鬼のサソリですね。なるほど、国境を越えた赤鬼テリオディ。じわりじわりと北前進三沢光晴であります。ロープブレイク、あしかしぐったりだ。両の足を再びこだわるな、この男テリーゴディ。再びサソリであります。試合時間は15分を経過いたしました。そして再びほふく前進。ゴディのサソリもですね、今一つやっぱり締めは甘いような気がしますね。なるほど、そんだけやっぱり疲れてるんでしょうね。ロープに振るぞテリーゴディ、リバースのホイップだ。ミサはどうする。カウンターのキックを浴びてしまった。あーリングど真ん中でもう一回キック、振ってDDT。ボディのエルボー、三沢がエルボーを返す。吠えている三沢、もう焦りしょるだ。女性ファンの声援が飛んでおります、日本武道館。さあそして三沢がオンザトップロープ。三沢ファイヤー、ダイビングエルボー、すぐさまカバー。カウントは続く。ここで三沢には疲れが、ゴディには戸惑いがありますからね。なるほど、どちらが自分の状況を早くクリアするか。そして再び三沢、今一瞬相手を睨んだ。あーっとかわされてしまった。胃袋のあたりに2位を当てられてしまいました。これにてまたまたテリーゴディが息を吹き返すのか。そしてパワー、フラッシュが一斉にたかれた。これは危なかったですね。危なかった。さあドロップよありがとう。テリーゴディのパワーボブ、なんとかなんとか逃れました。三沢ドロップに振った、魚雷ラリアット。ソバージュヘアがまっかり止まっている。再びカバー、カウントは続く。スインキースインキー、カスロを乱す三沢今。さあタイツを直した。そしてタイガー、行くか行くか行くか、タイガーエルボーでかわす。相手が後面を倒す。タイガードライバー、カウント2だ、カウント2だ。しかし行きましたね。持ち上げたぞ140キロ、行った。
沢。サードロープ、さあ武井さん、タイガードライバー返された、フェイスロックを逃がされた、逃られた、この後どうする。三沢にはまだジャーマンが残ってますからね。そうだった、ロープに振った、ハイキック、ハイキック、そして魚雷が走ってフライングボディアタック、丸めた丸めた、カウント2、日本武道館早くも切れそうだ。延髄かわされた、いさまずいぞ、ラリアットバチッと鈍い音、カウント2、20分を経過いたしました。長い試合となってきた。バックバック、これだ、ジャーマン、ジャーマン、ジャーマン、ダケンさん返された、もう一つですね、もう一回打て、フェイスロック、フェイスロック、逃がすな逃がすな、満身の力を込めて、満身の力を込めて、ゴディを落とせ、さあそのままカバーの体勢、カウントは2、竹内さん次どうする、何でもいいからともかく技を打って打って打ちまくるんですよね。はい、間違いなくゴディは弱ってますよ。チャオだ、エルボー、エビ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 、勝った、三沢が超えた、三沢が超えた、狂気ラップ、日本武道館鳥肌が立ちそうだ、三沢が勝った、ミサワが超えた、ミサワが勝った、21分18秒、ミサワ、バゲッサー、ミサワが超えた、やりましたね、涙でミサワの姿がぼやけてしまう、マスクを取って1年1ヶ月、ついにミサワが超えました。